皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回は僕の独断と偏見と個人的な感情のみで米津さんのレモンっていう曲とパプリカというこの曲、この2つの曲がね、いかに素晴らしいか、いかに優れてるか、いかに完成度が高いか、そんな話をベベッと力説してみようかと思います。まあ、レモンもパプリカも皆さんも何回も何回も聞いてさ、もう口ずさめるぐらい覚えていると思うんですけれども、この曲ねマジでねすごいんですよ。とりわけレモンはね、完成度の高ささながら、もう新しいエッセンスとか、もう新しいチャレンジとかも凝縮されていて、散りばめられていて、新しいジャンルを作ったと言っても過言じゃないぐらいに、めちゃくちゃよくできてる曲なんですよ。もう初めて来た時ぶっ飛ばげましたもん、マジで。すんげえ曲来たっつってぶっ飛ばげた、マジで。同じようにもう曲の完成度が高すぎてぶったまげた曲ってまあたくさんあって、例えば分かりやすいところでいくとすると、牧原さんの世界に一つだけの花、あれもね曲の完成度が高すぎてぶったまげた、本当にぶったまげる、あれはやばい、マジで。で他にも分かりやすいところでいくとすると、バンプオブチキン、バンプさんの、まあ、僕あの藤君天才だと思ってるんですけども、バンプさんの天体観測もまた新しい一つのジャンルを作ったといっても過言じゃないぐらいにぶったまげた。もう曲の完成度というか、その曲の作り方のうまさとか、もうそういうことも含め、歌詞の書き方のうまさとかも含めて、もう新しいジャンルを作っちゃったっていうぐらいに、もうすっごい曲なんですよ。まあバンプさんの曲僕すごく好きなんでね、他にも車輪の歌とかもうね完成度が高すぎてもうぶったまげた歌たくさんあるんだけども、天体観測は新しいジャンルを作っちゃったっていう意味でぶったまげたポイント超絶高いんです、僕の中で。同じように米津さん、まあもう本当に天才だなって思ったもうきっかけの曲です。レモンもマジでぶったまげた、もうすっげえ曲来ちゃったと思って、すっごい曲発売されたぞと思ってぶったまげた。まあ普段皆さん音楽聴くときでさ、そんなコードがうんたらかんたらとかスケールがうんたらかんたらって思わないと思うんですよ。まあ考えないと思うんですよ。で普通にこの曲を聴いてさ、なんかこう歌詞がいいなとかさ、メロディーがいいなとかさ、声がいいなとかっていう風にこの音楽を楽しんでると思うんですけれども、その音楽の楽しみ方はまあ本来の楽しみ方であって全然正解だと思います。全然 OK だと思います。ただ単純に職業音楽家としては、まあ音楽で飯を食っている人間からすると、こういうところを見てるよとかね、あのこんなことを感じてるよなんていう目線を知っていただくことで、またさらに音楽が面白くなってもらったりとか、まあこの話を聞いた後にもう一回レモンパプリカを聞いてもらって、あこういうところまたあったんだなみたいな魅力に気づいてもらったりとか、またそれぞれの曲が好きになってもらったりとか、まあ単純に音楽が面白いと、音楽ってやっぱ面白いなって思ってもらうために、こんな話を聞いていただけたらと思って動画作成しております。なんかしながらのほほんと聞いていただければ幸いでございます。とりあえずレモンのメロディーから参りましょう。レモンのメロディー、これですよ。覚えありますよね、レモンの夢ならばどれほど良かったでしょうのところ。もうこのね頭のメロディーはねすでにね天才です。すでに天才、このねメロディーが飛ぶ、まあ音がこうめちゃめちゃ飛ぶじゃないですか。ここのとこなんかも、ね、1オクターブぐらい飛んでますからね、かなり飛んでますよ。かなりメロディー飛んでますよね。このメロディーが飛ぶ手法、まあこれはすごいよくあるんで別に驚かないんですけども、問題は音遣いです。音遣い、平たく言うとこんな音遣いをしている曲聞いたことがない。音が飛ぶ時のメロディーの使い方、作り方って基本的にコードトーンとか構成音って言い方するんですけども、このコードの中に含まれている音、 Em だったらミソ C、 D だったならば、レファラ、 C だったならばドミソ、この中の音を使って音を飛ばすっていうのがまあ基本的なセオリーなんですけども、結構ねいい感じにね無視してるんですよ。順番にいくとすると、まず最初夢な、ここのところの C ソミ、ここは OK です。普通にシーソーミー、全部コードトーンなんで OK です。これは全然理解できる。おなるほどねと。シーソーミーの音、ラー、え、ラシーソーミー、ミー、ラー、ラ、ここのラがね、まず不可解。え、ラですかつって、え、ラですか。シーソーミー、シーじゃなくてシーソーミー、ラー、ラに行っちゃうのみたいな。
でその後 D コードやってる時にそのねファーレーここまでは OK ファーレーまでは OK 理解できるファーレーシーシファーレーシーえファーレーと言ってそれはその時にラが来れば理解できるんだけどファーレーシーえシに行っちゃうのっていうファーレーシーファーレーと言ってシに解決してしまうこの謎のセンス夢ならばとファーレーシパッと聞いた感じだとこの D コードと C の音ってねあの調和しないんですよ C ちょっと浮いてる感じしません C ってこの音けど持ってきてしまうこの謎のセンス夢ならファレシでも混ざっちゃってんですよねうまくできちゃってんですよね別に耳障りねあのなんかこの当たったりとかすることなく綺麗に聞こえるんですよこの謎のセンスファレシーファわかんねえなって感じがしますけどもわすげえなでその次 C コードになってミレソミレソここも謎ミは OK レなぜミドじゃなくてミレ嘘なぜレが出てきたんだでミレからこのレからソに行くっていうこの謎の飛びぶり嘘でしょみたいなね、ミーレーミーレーは割と近いんですよミーレーと言ったら突然ねソに飛ぶんだミーレーソーミーレーソーなぜソに飛ぶのそしてなぜレでまたレに戻るとやれでしょレに戻ってなぜここでレが出てくるのか分かんないけどうまくまとまっちゃってんすよねで最後の G の C 解決とこんな感じでえなんでその音遣いしちゃったのっていうねこの驚きなんですよけどそんな驚きを踏まえつつもちゃんと綺麗に響いてるんですよねうん美しいんですよねなぜか美しいんですよねすげえなこの音遣いこんな音遣い聞いたことがない謎全然謎でこの前半部分もやばいんだけども後半部分も結構やばくて未だにあなたのことを夢に見るあるじゃないですかここもねかなりやばいんですよちょっと専門用語出しちゃって申し訳ないんだけども基本的にそのマイナースケールっていうのがあるんですけどもナチュラルマイナーっていうのがあるんだけどもナチュラルマイナーはまあ普通というか、まあ、全然何の問題もない差し障りない、音階ですでその下のちょっとこのひねったメロディーにハーモニックマイナーっていうのがあるんですよハーモニックマイナーこれ日本人が好きって言われてるなんかちょっとこの切なげな雰囲気のするマイナーのスケールなんですけれどもハーモニックマイナーっていうのがあるんですでそのさらにレベル高いやつにメロディックマイナーっていうのがあるんだけどもこのメロディックマイナーをさりげなく入れていくんですよさりげなく入れていくんです、どこで出てくるかというと未だにあなたのことをこれ本当はここのところはじゃなきゃいけないんですくるとこのハーモの時のメーンなんかそういうこのキュンとする感じしませんなんかこのうわ胸締め付けられるうわ苦しいみたいな感じのこのキュンとするポイントみたいななんかすごい感じるじゃないですかこれがメロディックマイナーのパワーなんだけどもこのメロディックマイナーってね結構入れづらいんですよ入れようと思ってもねなかなか入れられないんだこんなさりげなくスポーンとおいメロディックマイナーバーンって入れてくるのねさすがとしか言えないもうこのメロディの作り方ね自然すぎてねマジやばい夢でここでもやばいんだけども目に見るでここでうーんに行くじゃないですかでこの目に見る目この音もやばいんだけど目に見るここの音もねやばいんだこの音もやばいんだここの音もそのハーモニックマイナーの一番おいしいところにボーンって持ってきてるのペン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 スパーンって感じでちゃんとねこのハマるように作ってるんですよメロディーマジで憎いよねすごいうまくできてるいや本当よくやるすごいで、この目に見るの時のこの、このコステン、このレシャープがそのキュンとするポイントなんだけれども、このね、B7 との相性もね、抜群なんですよ。このコードが、3和音ある中の1度、3度、5度なんて言ったりとかするんだけども、この3度にメロディーを置
気に来るとキュンとするとか広がり感があるというかこう、ね、あの感情が増すとかいいメロディーに聞こえるとかね、そういうのがあるんですよ。セオリーがあるんですよ。メロディーを3度の音に持ってくるといい響きがするみたいなセオリーがあるんです。ちゃんと踏襲してくるもんね、踏まえてくるもんね。まあ、メリミルちゃんと踏まえてくるよね。これね、憎いね、すごい。もうここのメロディーの完成度の高さがマジでパネ、マジでパネ。でこのメロディーもすごいんだけどさ、歌詞ですよ、歌詞。夢ならばどれほど良かったでしょう。なんかさ、もうこのコードさ、夢ならばどれほど良かったでしょう。なんかこのさ、こうマイナーコードのこの寂しい感じさ、このメロディーのこのモーダルな感じ、気だるい感じ、なんかこの青いこのさめざめとした感じのこの霧がかかったようなさ、テンションコードのこの音遣いというか、なんていうか、なんかこのさ、すごいこのモヤモヤするというか、なんかこの悲しい、なんかこのサッとな感じあるじゃないですか、このさめざめした感じのこの感情。なんかこれとさ、このコードとメロディーと、もうこの歌詞ですよ。夢ならばどれほど良かったでしょう。もう、ここの、2小節だけでもう曲の半分ぐらい解説しちゃってる感じしません？もう半分ぐらい描写しちゃってる感じしません？もう映画の中の起承転結の木が終わっちゃったみたいな感じの、もうここだけでもほとんど説明しちゃってるんですよ。でもこの曲はこういう曲ですよ、こういうテーマですよっていうものもバーンと示しちゃって、あとはもうどんだけこう狭めていくかっていうね、そのね、説明していくかって感じになっちゃうからね。もうその後にさ、夢ならばどれほど良かったでしょう、今にあなたのことを夢に見る、未だにあなたのことを夢に見る。あ、もうこれはもうね、もう過去のことを悔いたような、もう人とのこの愛しい人、大切な人との別れの歌なんだってことはもう伝わるじゃないですか。もうここの夢ならばどれほど良かったでしょう、未だにあなたのことを夢に見る、もうここの A メロだけでもう8割説明しちゃってるよね、もう曲の。もう映画の起承転結ある中の起承が終わっちゃったみたいな感じの、もういろんな景色とかさ、もう色とかさ、風景とかさ、役者さんとかさ、もう頭の中も出揃っちゃってるじゃない、ここだけでも。こんな短期間でね、こんなね、描写できてる曲はね、なかなかないよ、なかなかないよ。普通はもっとさ、 A メロ B メロがあって、でそのね、ちょっとこう起承転結のキーショーまで行って、で C でちょっとこうね、ひねって、ちょっとどんどん説明していって、大サビがあってみたいな感じでいくんだけども、こんな端的に、なおかつ明確に、こんな効率的に、完成度高く解説というか、解説じゃないか、その表現できてる曲ってね、なかなかない、なかなかない、聞いたことがない。ぶったまげるよ、ぶったまげたよ、すごいよ。だってもうこのコード、このメロディー、この歌詞の組み合わせ以外も存在しえないぐらいの完成度ですよ。もう存在しえない、これ以外のものが。もうそれぐらいに、もう全てのパズルのピースがもうガチコーンっていってる素晴らしい A メロです。でその後ね、また別の A メロがあったりとか B メロとかもあったりとかして、もう素晴らしいのがたくさんあるんだけども、ちょっとね、またね、わーっと言いたいのがね、サビ、もうサビのメロディーの音遣いとリズムがね、やばすぎる、マジでやばい。サビこれですよね。これですよね。このね、まずね、リズムがね、やばいんだ。リズムがやばい。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、このね、あの日のババンパランパバンパラバラバランパバンパバンパリバラバランパバ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 ンパン、このパバンパバンパバンっていくじゃない。このリズムのね、使い方ね、まあ昔からなかったわけじゃないんだけども、こんな連続してババン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 って連続する曲はね、今までね、聞いたことがない、聞いたことがない。あの最近のポップスの特徴としては、小袋さんとか、あと生き物係さんとかにすごい多いんだけども、パパン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 をひっくり返して、パパン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 っていうリズムはね、すごいよくあるのよ。あのパンパパンタタンタトンタタ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 ンタトンタタ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 ラン、タンタラン、タタ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 ン、タトン、
タンテピョンタタ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 ン。これで、ね、うんたたうんたたうんたたっていうリズムは今までよくあったんだけども、逆のパターン、そのレモンみたくタタンタタンタタンタラタラタタンタタンタタン、こんなリズムの使い方をしてる曲ね、聞いたことがないよ。初めてレモンを聴いた時の記憶ってあります？僕めっちゃ覚えてるんですよ。初めてこのレモンという曲を聴いた時、まあいろいろこのぶったまげだったのもあるんだけども、その今までこのタタン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 っていう曲を聴いたことがなかったから、途中でこの変拍子に感じちゃって、その生き物係さんとか小袋さんとかやってるようなうったた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 に錯覚しちゃって、どっかで変拍子が入ったのかな、リズムが変わったのかなって勘違いしちゃったんですけど、最初なんとか覚えてませんか？一番初めてレモンを聴いた時のこと覚えてませんか？なんかサビの時にサビのところでんっていうなんかちょっとこうフックがあったというか、なんていうかちょっと引っかかるものがあったというか、あれって思ったことなかったですかね、なかったですかね。ちょっと思い出してください、思い出してください。少なからずね、皆さんの中でね、あ、わかるわかるっていう人ねいらっしゃると思うんですよ。僕ねそれねあったんです、マジね、めっちゃ覚えてる。あれなんか今表紙変わったみたいな感じで、あれなんか今おかしくなかったみたいな感じで、でそれなんで僕はそういう風に受け入れられなかったかっていうと、今までタタン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 って曲を聞いたことがなかったからなんですよ。そんなリズムが連続してるって曲を聞いたことがなかったから、頭の中に今まで聞いたことがあるうったたうったたうったたに変換しちゃって、変拍子が来た、リズムがずれたっていう風にこの感じてしまったんです。けどさっき言ったようにその新しいジャンルを作っちゃったみたいな感じなんですよね。もう皆さんも僕の耳ももうね、そのタタンタタンタタンっていう文化をもうもらっちゃったから、もう新しいもうジャンルがね来ちゃったんですよ。これだ、これからね、そういう曲が来たとしてもね、普通に受け入れられると思うんです。なぜかってもうレモンでそのリズムの文化ジャンルをねもう教えてもらっちゃったから。そのぐらいこのリズムの作り方っていうのがね独特独創的であって、なおかつ素晴らしい、完成度もめちゃくちゃ高い、すごいです。で音使いもねやばいんだ。ちょっとね聞いていただければ分かると思うんですけども、繰り返しなんですよ。この繰り返しを見るんですよ。でこのコードトーンがドリンカカン、このねミソまでいいんだけども、ミソからこのねシレが謎なぜミソシレ、なぜこのミソシレと行こうと思ったのかが謎、なぜそこにシレって思いついたとしても、なぜそこに歌詞を載せてメロディーとして歌おうと思ったのがマジで謎、すごい。これは思いついても採用しないよ、しないよ普通。まあ普通って言い方が正しいかどうか分かんないけども、少なくともこんな音使いの曲見たことがない。でこれがね D になってます。音使い、もうさっきの A メロと一緒です。そのコードトーンの中のね、音を追うメロディーが追うっていうのがまあ基本的なセオリーなんですけども、それをねガン無視してるんです。コードが何であろうともうねメロディーがこの縦横無尽にバババッといってしまってる。でそれでなおかつうまくまとまっちゃってるんですよ。そこがねほんとね素晴らしい。そのバランス感覚がねマジで素晴らしい、リズムとメロディーもうほんとねサビ半端ないですね。で他にもその転調した後のこととかね、その B メロのなんか手法とかいろいろあるんだけども、とりわけ僕がね力説したいのは A メロの完成度の高さとサビのメロディー、そしてリズムの素晴らしさ、この2つをちょっとね集中して聴いていただくと、またレモンが一層面白く、そして好きになるかと思います。結構すっげえめっちゃ長く喋ってんな、めっちゃ長く喋ってんな。ちょっとまあ続きは次回にしましょう。今回ちょっとレモンについてお話をさせていただきましたけども、次はパプリカについてお話をさせていただこうかと思います。パプリカもマジやばいんだ、すごいんだ。やっぱ米津さんほんま天才は、ほんますごい、ほんますごい。そんな感じでね、ちょっとこの動画見終わった後にもしよければ米津さんの、レモン検索してちょっと曲を聴いてみてくださいませ。そうするとまた一層音楽が面白くなると思いますので、よかったら聴いていただけますと幸いでございます。今回のこの話を聞いて、もし質問とか聞きたいこと、何かありましたら、ご感想とかありましたらぜひコメントの方にベベッと書いていただけますと幸いでございます。そんな感じでまた違うところでお会いいたしましょう。次回はパプリカを取り上げます。次もお楽しみに。じゃあね、バッハハーの前に
最後に私滝沢克成、YouTube のメンバーシップなる機能を使って、オンラインサロンコミュニティみたいなのを作っております。ジャワ会なんて言い方をしてるんですけれども、そちらの方ではこの会員限定のツイッターとかを使って、この会員さん同士でね、この音楽の話をしたりとか、ギターの練習し合ったりとか、なんかこう日常生活のつぶやきをしたりとかですね、なんかこうね、和気あいあいとやってますので、もしよければご検討いただけますと幸いでございます。なんかこうギターやったくても全然 OK ですし、ギターの話題でも全然 OK でございます。で、見るだけでも全然面白いと思いますし、なんかギター友達が欲しいとか、音楽仲間が欲しいとか、単純にそのツイッターとかでもね、なんかこう日常的になんかワイワイ話せる友達が欲しいとか、そんなのがありましたら、ぜひお気軽に参加をしていただけますと幸いでございます。概要欄の方に詳細書いてありますので、ぜひチェックしてみてくださいませ。それでは次回またお会いいたしましょう。グッバイ、さよなら。